国道428号起点兵庫県神戸市、中央区有馬道交差点国道428号終点付近、兵庫県三木塩川インターチェンジ交差点国道428号は、兵庫県神戸市中央区から三木市に至る一般国道である。兵庫県三木市吉川町、米田起点から神戸市北区、美野谷までの区間は、有馬街道の別名がついている。 一般国道では珍しく、終点は高速自動車国道のインターチェンジになっている。同様の例は国道305号や国道481号などがある。終点地点については市販のロードマップでは料金所手前の余荷はインターチェンジ交差点で終わっており、その先は高速道路のランプウェイ扱いで表記されているが、実際は ヨ川インターチェンジの料金所ゲートまでが国道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。1982年4月時点では、ミノタニー北の大半の区間は、両側一車線しかなく、6トン制限の橋があるなど、いわゆる国道であった。1996年に拡張工事が、 完成してから走りやすい国道になっているが、起伏の激しい山道に変わりはなく、乳酸系を縦断する形で山越えするため、急坂急カーブが連続する区間がある。なお、国道端の吉川町付近は新設された道路が国道となったが、当初は現在よりやや東側に現存する細い市道が国道である。新神戸トンネル入り口付近兵庫県神戸市北区。 山田町阪神高速、新神戸トンネルミノタニ IC 出入り口の交差点以北では、三宮駅と三木市吉川町を結ぶ新規バスの路線バスが運行している。兵庫県神戸市北区山田町下屋上。ありがとうございます。